誰もいなければ盗んでやろうか、他人の小便を嗅いでおこうか、自分の異物は埋めておこうか、なぞいった畜生のままの心理の表現を個人は日常生活の至るところに発揮しているので、誰でも口にする昆畜生とかこのけだものめとかいう罵倒詞に当てはまる心理の現れは皆これに他ならぬのである。次にこの筋柱性の下にある角膜を今一つ切り開くと、今度はその下から虫の心理がうじゃうじゃと現れてくる。例えば仲間を押し落としても高いところへ這い上がろうとする。誰にも見えないところを這い回ってうまいことをしようとする。うまいことをするとすぐに安全第一の穴へ潜り込もうとする。栄養のいいやつを見つけるとこっそり近づいて寄生しようと試みる。あたり構わぬ不愉快な姿や動作をして一心を保護しようとする。硬い殻に隠れて寄せつけまいとする。